選手の距離感が悪いんですよね。小池龍太跳ね返します。白崎、これは松原がつなぎます。もう一度藤田、上位一番、小池カットイン、小池龍太、見事な左足コントロールショット、圧巻のゴールが生まれました。小池、いや見事ですね。まあ、味方の選手が引っ張ってくれたことによって、まあ、スペースができたのはあると思うんですけれども、それをうまく使いながらですね、まあ、吉尾ですね、吉尾が流れたところで、そこのスペースをうまく使って切り返してですね、パス出すような振りしといて切り返しといて、まあ、スピードはそこまで速くなかったです。